こんにちは、谷蔵です。今回、コロナの影響で、今年度皆さんのところに行くことができなくて、とても残念に思っております。またコロナが落ち着いたら皆さんと一緒に、歌を歌いたいな、踊りたいなと思っておりますので、またその時はぜひ皆さんいらしてください。よろしくお願いします。震災から、もう10年が経つんですね。みんなは、震災の記憶、まだ生まれる前かもしれないですけど、これで10年が経つんです。ちょっと10年ってものすごく長い時間だったんですけど、震災っていう言葉が、もうみんなの中では震災ではないのかもしれないけれど、大変だった記憶とか、思い出とか、お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんから聞きながら、その時の状況をちょっと聞かせてもらったりしながら、でもみんなは、もっと普段の生活、遊び、歌、好きなことたくさんやってほしいなって、思ってます。好きなことがあるっていうだけで人生はキラキラしてきます。ぜひ好きなことたくさん見つけてほしいなと思っております。今まで、空にはいつもほら太陽っていう曲と赤べこめひかりゆべしという親子のダンスがありましたけど、もっと、小学校だったり保育園幼稚園子ども園でもっとみんなが、遊べるようなダンスをまた新しく作っていきたいなって思っております。またその時は皆さんぜひ一緒に踊ろうね。